はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。10時ですね。早い、はい、さっき起きましたね、9時頃に起きまして、はい、今日はね、ちょっと出かけなければいけなかったんですけど、出かける時間がどんどん、伸びておりまして、はい、さて、今日は21日の金曜日でございまして、日経平均やってます。マイナス35円、200円ぐらい下げてましたけどね、さっきね、ちょっと戻しました。ドル円はいよいよ150円を固めそうですね。 150.176 というところでございます。こっちかな、こんな感じかな。はい、ちょっとね、こっち側からね、明かりが入ってるんです、午前中はね。その他ではですね、昨日のニューヨークダウはマイナス 90.22 と、まあ、ほぼ動きなしですね。アメリカの利回りが 4.222 になってます。これはね、円安要因ですね。その他特に変わりなしと。注目ドルウォンでございまして、1433というところですね。ゆうべ、夜の部でですね、後半頑張ったようですけども、頑張ったところが早朝戻されたようでして、1430ぐらいでですね、夜の部も終わったようでして、で今朝始まったところで、若干、ウォン安に触れております。さて、そのウォンの国、貯村ラインですね、こういう記事が載ってますね。笑うんですけど、いや本当にね、愉快な隣さんは、こう、話題を提供してくれる。これは今日の、今朝9時31分と言いますから、まだ30分ですね。韓国与党、共に民主党、韓国与党がね、言うてるという意味で、改革はついてます。共に民主党、潔白であれば扉を開けて固く捜査に応じよということでして。ちょっと読みましょうか。ユン・ソンニョル大統領は20日、イ・ジェミョン共に民主党代表の側近中の側近に対する検察捜査が野党弾圧だという主張に対して、そのような話が果たして正当なものなのか、国民がよく知っているだろうと語った。これはユン大統領が同日出勤した際、検察の捜査に対して野党は、野党弾圧、大統領室が起訴でいいんですかね、起訴した姿勢だと、と主張しているという報道陣の質問に対し、今の野党が与党だった頃、メディアを対象に何日も固く捜査したといった上で述べた言葉だ。ムン・ジェイン政権時のチャンネル A 記者事件で実態がはっきりしていないにもかかわらず、当時の検察が該当の報道機関に対して捜査をしたことに言及したものだ。ユン大統領は現在の検察捜査について、私もやはりメディア報道を見て知っている程度だ、捜査内容を把握するだけの余裕はないとも言った。これはどういうことかと言いますと、昨日の報道にあったのはですね、おとといにですね、その検察がですね、野党ですね、共に民主党の本部に固く捜査をしようとしたわけですね、令状を取って。そうしたら、野党の議員が集まってですね、そんなんはさせへん、野党弾圧やと言ってですね、まあ、国会議員さんたちが集団でですね、実力でその検察を追い返したという事件がございました。そんなことあるんやと思いましたけどね、そんな捜査妨害で逮捕したらええのにと思うんですけど、国会議員というのは不逮捕特権ってありますからね。まあでも、もうちょっとやりすぎないような気もしましたけど、まあお隣さんのことですからね、いやまあ何でもありであって、日本のですね、常識ではですね、ようわからんというようなことがいっぱいあるわけでして、そんなことがあるんかいなと思っていたら、それについてのことですね。まあ
あれですよ、様式日みたいなもんでして、与野党が交代したらですね、必ず野党になった方にですね、政権側といいますかね、検察というか司法当局のですね、捜査が行くというのがですね、あの国の流れでございまして、野党になったらですね、GoTo プリズンを確保するというのがですね、まあまあ、しきたりみたいなもんですね。で、それが粛々と行われているんではないかと、私は思ってるんですけども、まあ、そういったことに対してですね、ユンさんは、俺は知らん、そんなもん、あのメディアで言うてるだけで、そこまでのことを私は把握していないとかね、自分はこう、指揮していない。自分がこうやれと言うてるわけではないということを言うてるわけですね。まあまあ。最後の方行きましょうか。共に民主党は検察が固く捜査しようとしたことを非難しているが、昨年9月の高位公職者犯罪捜査所のキム・ウン議員室、国民の力所属、家宅捜査時は全く違う態度を見せたと、まあ当時、ソン・ヨン・ギル共に民主党代表は裁判所から発行された令状の執行を違法だと妨害する国民の力の行為は法秩序を否定しようとして、法秩序を否定しようというものなのかと言った。また同党のユン・ホンジュ院内代表は、明確な証拠の前で時間を引き延ばそうとしたり、局面を切り替えるために薄めようとしたりしていると、カン・ピョン・ウォン最高委員も、厚顔無恥で良心のかけらもない局地と言った。まあね、立場が違えばね、好きなことを言いますよね、皆さんね。キム・ヨンヘ最高委員は、捜査機関の法執行を妨害し、鍵をかけた扉の裏で証拠隠滅を企み、実行しているのではないかと国民は疑っていると発言していたということで、まあ、この記事は締めくくられています。途中だいぶ飛ばしました。まあ、なんと言いましょうかね。政権側についたらね、大体ね、皆さんね、なさるんですよ。そういうことを、まあ、要は、後々ですね、捜査機関の強制捜査を受けるようなことをね、大体なさってるような気がしますね。で、それがたまたま来たとき、立場が違えばですね、それは、あれが公権力の応募だとかって言って怒るわけですよ。まあまあ。まだね、なんていうか、ユン・ソンジュさん、ムンジェインさんの時に比べたらですね、ちょっとぬるいかなという気はしますけどね、もっとやるんかなと思いましたけど、政権にお付きになったのが5月でしょ、もう半年近く経ってるわけなんですよ。しかもユン・ソンニョルさん元検察官ですからね、どこをどうやればどういうのが出てくるって分かってる人なわけですよ。検察総長ですからね。だからもっとガンガンやるのかなと思ったんですけども、まだまだぬるいですね。もう今頃はね、もうムンジェインさんが逮捕されてんのかなという感覚でいたんですけど、まだノーノーとしてますもんね、あのおっさん。なんで、まあ、いきなりやったらやっぱり批判されると思ったんでしょうかね。ゆっくりやってるという印象がありますけども、まあそういうことは、なんていうかそういう流れにあるわけですよ。お隣さんは。なんで、まあ、いずれですね、イ・ジェミョンさん、今、党首ですけども、で、国会議員のあれを持ってるんですけども、不逮捕特権あるにしろですね、1年半後には選挙があるんで、その瞬間に、逮捕もあるのかなという気はしますね。だから、お隣ではですね、選挙に落ちればただの人ではなくってですね、GoTo プリズンな人という感覚でいた方がいいんではないかなと思いますね。せやのになんで政治家にあたがるんでしょうね。不思議でしゃあないんですけどね、それがね。だって大統領をやったらですね、その次はですね、プリズンが待ってるわけですよ。まあ、大体は。ほんで、ムンジェインさんはそれを防ごうとして、いろいろ法律を変えたり、仕組みを変えたりしたんですけども、やっぱり GoTo プリズンちゃうんかなという気はします。で、何もやらなければいいんですけどね。皆さんやっぱりちょこちょこっとされるんですよ。前のパク・クネさんなんかかわいそうです、あの人。容疑見ているとね、っていうような、これあかんのみたいな、容疑で4年ぐらい入ってらっしゃいましたからね。
でなんかもう体ヘロヘロになって、最後はあのプリズンからへーって出てきて、ムンジェインさんありがとう出してくれてとかって言うてはりましたけどまあそういうお国なわけですよ、それでも皆さん大統領になりたがるのも不思議やわーという気がしますけどね。あの晴れませんのでね、朝鮮ライン探してください。途中だいぶ飛ばしました。韓国与党共に民主党潔白であれば扉を開けて固く捜査に応じようというタイトルの記事でございました。晴れません。はい、あの前後関係はわからんとね、記事だけ読んでもよくわかりませんけど、まあ一応言うときます。はい、どうもありがとうございました。